ノッチが作ったもう一つのマイクラ。皆さんはマイクラの作者ノッチが作ったミニクラフトを知っていますか？ミニクラフトは2011年にリリースされた 2D のマインクラフトとゼルダを合わせたようなゲームで、無限に広がるマップでマイクラのように敵や物を壊し、物資を集め、道具を作ったり拠点を作成して冒険することができます。エアウィッチというラスボスを倒すことでゲームをクリアでき、このゲームはなんと48時間で開発され発表されました。元はブラウザゲーでセーブなどができませんが、有志によってセーブができるバージョンやモッドバージョンなども存在している、知る人ぞ知る神ゲーみたいです。続編の予定などもあったみたいので、本気を出してたらマイクラと同じぐらい人気になってかもしれませんね。みんなも10分で神ゲー作ってみてね。バイバーイ。